フィオルドシティ計画フィオルドシティは、ノルウェーの首都オスロの都心部に隣接した港湾など、オスロフィオルド湾王のウォーターフロント地区を再開発する計画。1980年代、オスロ市庁舎の西にあった造船所跡を利用したウォーターフロント開発であるアーケルブリッケ建設が始まり、1990年代には繁華な地区として再生した。続いて、2000年代からは、 オスロ中央駅の海側一帯を再開発する、ビョルビカ再生計画と、アーケルブリッケのさらに海側を再開発する、チューブホルメン再生計画が進んでいる。残るオスロ中心部の海辺の再開発は2010年代以降に着手されることになっており、オスロ港の中心は、ソルハブナ地区へ移転される。計画は、オスロアウターフロント計画局が担当しており、中央駅の開発、 ビョルビカ地区のオスロオペラハウス、同じくビョルビカのオフィスビル建設計画バーコードプロジェクトなど大きな投資が続けられている。その他にもオオセベリ線の入る新博物館、オスロ公共図書館、ムンク美術館などのビョルビカ移転など文化施設の海辺への集積も進められている。オスロフィヨルドとオスロ市街の間を隔てている高速道路 E18 号線は 人米トンネルであるビョルビカトンネルが湾内に完成したことにより、ルートを変更され、高架道路跡地は撤去されオフィスビルや住宅などの用地となる。ビョルビカ地区、オスロオペラハウスチューブホールメン地区チューブホールメン地区の再開発は2008年に始まった。ここには集合住宅と商業施設が建つことになっており、ノルウェー国立バレエアカデミーが移転している。 32ヘクタールの面積のフィリップスタード地区は、ガントリークレーンなどが建つコンテナ頭になっているが、ここには5ヘクタールの公園と45ヘクタールの新市街ができることになる。市街地のうち半分は住宅となり、アパート2200個が供給されるアーケルブリックは1982年に、 閉鎖された造船所跡地に1980年代後半から1990年代にかけて住宅や商業、オフィス施設などが立ち並んだ。ノルウェー最大の金融グループドラムンベースのは漁業や建築などの持ち株会社エーカー、金融会社ストロブランドなどがこの再開発地区に本部を構えている。 オスロトンネルとオスロ中央駅開業により廃止となったオスロ西駅の跡地には国立芸術、建築、デザイン美術館が新築され、かつての駅舎にはノーベル平和センターが入る。市内交通の中枢であるオスロ市庁舎広場とピーペルビカ地区は1960年代に周囲のスラムが改善され現在のような姿になった。1994年、 フェストニングトンネル開通後は、視聴者広場には、自家用車が立ち入れないようになっている。ピーペルワンとビョルビカ入りへの間に突き出た、ビッペイ単元付近は、歴史的モニュメントであるアーケシュフンス城が建っているため、再開発はほとんどなされない。コンテナ埠頭などの港湾地区であるビョルビカは、高速道路 E18 号線のビョルビカトンネルへの、ルート変更後に、さらちとなり、 大規模な建設計画が進むことになる。海辺の大きな土地には新しい大通りが作られる。大通りの南には、海に面して、オスロオペラハウスが2008年に完成しており、ムンク美術館、ステネルセン美術館、オスロ公共図書館なども海沿いの隣接地に移転する。一方、大通りの北には、バーコードプロジェクトと呼ばれる12棟の中高層、オフィスビル群建設計画がある。 その北にあるオスロ中央駅もプラットフォームと線路以外はすべて建て直されることになっている。ビョルビワの入り江の東岸に連なるソーンゲイツティカラン、ローンガ、グランディアの各地区は鉄道施設や港湾施設が残っているが、グランディアとソーリンガ地区は港湾施設が撤去され主に住宅が建つことになる。ローンガにはいくらかの鉄道施設が残る。コンシーベン、シャーソや オームスン、ベッカルジの各港湾地区は当初はフィヨルドシティ計画の対象となっていたが後に再開発からは外されている。フィヨルドシティ計画の再開発地区を結ぶ交通手段はオスロ市電となる。まず1995年にビカ線のビカアーケルブリッケ市庁舎広場間が開通した。2014年以降はエカバーグ線を ヨルビガの新しい大通りであるダラニング・ユヒメアス通りに移設し、ビッペ単元の岬を回るように新線が作られる。フィリップスタードとビッペ単元には引き続き、クルーズフェリーが停泊することになっている。ビッペ単元の周囲に散在する島への都線を運営するオスロ・フェルジンはビッペ単元とラドハスブライガからの運行を続ける。オスロのすぐ対岸にある 近郊都市ネソッテンへのフェリーを運行するネサーダン。バン万フヨードダンプスキップスレスキャプ車は、今後もアーケルブリッケからの運行を続ける。欧州高速道路 E18 号は、1990年に視聴者からビッペ単元館を地下トンネルに切り替えた。2010年にビョルビカトンネルも完成し、地上から地下への切り替えが進むことになる。ありがとうございます。